1月24日の日没です。これから水たまりの対岸の端まで歩いて行ってみようと思います。5分もあれば着くんじゃないでしょうか。それぐらいの幅でしか水が溜まっていません。水深はまあ多いところで4発です。途中で電波が悪くて接続が切れてしまいました。この辺りはスタックしやすい場所なんですが、今歩いてる感じでは、そこそこ、頑丈な一番上の塩の層をなしている感じです。こちらが正面真ん中に見えるのがドゥヌパ火山、女神の神で、彼女の涙など混じった母乳が溜まって煙火ができたと言われます。今正面真ん中の山がそのドゥヌパの旦那であった、クスコという名前の山です。で、こちらが